ゴールデンターキンは絶滅の恐れのある国際保護動物ターキンの一夜種。ヤギやアンテロープとよく似た特性を持ち、中華人民共和国とブータン王国に生息する。鼻には吸入空気を加熱する大きな副鼻腔があり、呼吸中の耐熱の損失を防いでいる。皮膚からは油を分泌する。その比較がギリシャ神話の金羊毛の伝説の由来でもあると。 言われている。岩の多い生息地で行動しやすい、割れたひずめを持つ。蛇行と馬の合わさったような匂いを持つ。有志両方、黒い三日月があったの角があり、頭の中心から成長して、最大90センチメートルの長さに達することがある。毎年春に大きな群れとなり、4300メートルを超える高さの山々を移動する。食物が乏しくなると、彼らは、 森林の谷に移動する。山間の移動中は毎回同じルートを使う。天敵は主に熊、狼、ヒョウなど。普通はおとなしいが、危険を察知すると、岩から岩まで飛んで、逃げたり、咳をして警告する。食料は植物。硬い木の樹皮などもすべて対象内で、足を使えばの部分を手繰り寄せることができる。 牛や羊のように半数動物で食べ物を胃に入れた際。際第一位に入る。第一位の微生物は小さな食物を消化する。大きな食物は口に逆流し、消化に十分な大きさに噛まれる。食事は主に早朝と夜遅く。オスは直立姿勢で顎を持ち上げ、優位を示す。体を横向きにした場合はサイズを強調しており。 頭を下げた姿勢は攻撃性を伝えている。尿中のフェロモンを強調するために、オスは自分の前足、胸、および顔面に尿をつけ、メスは肺尿時に尿を浸す。群れの大きさは季節によって変わり、春と初夏の間は最大300頭の群れになることがあり、食べ物に乏しい際は10から35頭のの小さなグループに分かれる。群れは大人のメス、子供、 若いオスからなっている。出産した際に天敵が近くにいる場合、または群れが食べ物のために長距離を移動する必要がある場合、母子は共鳴し合って行動する。約2ヶ月で授乳をやめるが、次の子が生まれるまでは母の近くに留まることがある。角はターキンの子供が生後約6ヶ月で成長し始める。大人よりも毛色が暗いので、 天敵から身を守ることができる。野生では16から18歳。動物園では20年まで。6から7ヶ月。オス、最大350キログラム。メス、最大280キログラム。出生時、5から7キログラム。ありがとうございます。